今日のお昼ご飯は、よいしょー、マクドパンパン、マクドちょっと出してくれや。ありがとうございます。どうしたん、あ、噂のソハルの鬼滅のシールやん。シールと鬼滅のおもちゃです。いや、おもちゃはな、おもちゃはな、鬼滅じゃないね、過去のおもちゃやね、多分。あれトーマスや、ほらまずまずおもちゃ、おもちゃあげちゃう、おもちゃ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 、どんなんかバッとあげちゃおう。おもちゃあげちゃおうやって。ママちょっとこれ開けてくれる、はいはい、どんなトーマス入ってんの、開けて、はい、あ、これな、なんかわかんないね、はい、かぶらないでよ、昔のだから。赤い、赤、そんなんあったっけ、赤い、うまいね、赤い、赤ない、赤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 い、組み立ててあげてよ、かわいそうに。あ、組み立てれないんか、7歳じゃ組み立てられないんか。おおって言ってる、飛んでたけど。あ、いけそう、あ、できてる、お前できてるやん、いいね、お、コアラもできてるやん、よし、できた、どうぞ、組み立て式いいやん、はい、上手よし、ちょっとお名前どうぞ、できた、3枚入り、権利的な、3枚入りやってこれ、え、3枚入り、はいはいはい、あのね、パパちょっと知ってんねん、え、5種類ある、え、だってここに書いてない、あんまり、5種類で3枚1セット、じゃあ全部いっちゃうかもね、いいよ、2つしか買ってきてないから、はい、マックス2種類やろ、先生、めっちゃ隠すやん、うおぉ、何、え、交換して、人が見して小春が炭治郎ですね、あ、炭治郎、大地はねずこ、ねずこ交換した方がよくない、交換していいよ、なんで大地はねずこ、大地がな、これは小春のって言って渡しちゃったやん、勝手に全部大地のせいやで、すごい、チール炭治郎マクドナルドでバイトしてるんかな、ほら見て、ほら見て、ほら見て、見してくれ、そっちトーマスやし、あ、なんか主人公感あるよね、やっぱり、ちょっと見せて、ほら、あ、他にはマクドでバイトしてるやろ、かわいい、おはろ、これ伊之助と善一欲しかった、ほら、ねずこもバイトしてんね、ほんま、夜や、ほら夜や、夜シフト C とかじゃん、ねずこちゃん、まあ、善一欲しかったな、え、これもシールなんや、そうだよ、どれ、やっぱパパあんま知らんねんけど、このアニメのワンシーンじゃない、これこれがシールになってるんや、これこれもシール、分かんない、全部ベリーってめくれるっけ、これいやでも小春めくりたくないねん、あ、めくらんと置いとくタイプ、そう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 、で、タイチはババーとめくって服に貼るタイプな、もう貼っちゃいます、どこに貼るん、あ、どうぞ、貼らないの、いただきます、はい、置いとく、うん、絶対に貼らん、いや、このバイトしてるやつは可愛いよね、うん、まあ、なんかワンシーンのところはどっかに貼ってもいいかも、
マクド。パルマスタード。うん。はい。じゃあ食べますか。コーラの人。ミルクがないパパ。え？ミルクがない。クレームや。お願いした？クレームの電話しよう。ミルク。炭治郎にクレームしよう。ほんまや。いえ、牛乳切れてる。